もう一軒、もう一軒だけ行きましょう。もう一軒って言ったって、もう宿さん飲めないでしょ。大丈夫、大丈夫、全然大丈夫なのであります。そんなこと言って、本当に来たいのは飲み屋じゃないんだろう、この。あれ？あれあれ、宿さん？もしかして、もしかして？かー、やっぱ見抜かれちゃいますか。さすがだな、ジェラさんは。はい、そうです。私、お姉ちゃんのいるお店に行きたいのであります。矢田さん、その一言待ってました。あれれれれれれれ、その反応はもしかして、持ちようも？はい。私もお姉ちゃんと楽しく飲んで、ちょっとだけ、やらしいことがしたいのであります。まったく、ダメだな、君たちは。僕は、先輩として情けないよ。あれ？じゃあ、ジェラさん帰っちゃうんすか？空気読めよ、空気。せっかくなら、泡の出るお風呂屋、行っちゃおうぜ！イエス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 ！そう。この時の僕らは確かに浮かれていました。抱えていた仕事が一段落した打ち上げで、完全にお酒の流れに飲み込まれていたんです。これが、あの事件に繋がるなんて、思いもしなかった。頑張れ、ラジリーマ。くっそ、くっそ。ジェラさん、落ち着いて。なんだよ、閉店時間って。終わんの早すぎ。もう、風俗行く気満々だったのに。やどう、お前んちでデリヘル呼んでいい？ダメに決まってんでしょ。そうですよ、ジェラさん。収録あるんですから。いや、そういう問題でもねえけどな。くっそ。もう早く取ろう。さっさと取ろう。あ、もちろん、エレベーターのボタンを押して。はい。あれ？停電か？ダメだ、動かない。どうしよう。くそー、なんだよ。エレベーターまで俺をバカにすんのかよ。もういい。俺はここで追っ始めるぞ。ジェラさん、もはや意味がわからないですから、落ち着いて。じきに動きますって。泣かないで、ほら。カルピス飲みます？ダメ。すぐに動きますから。もちろん、今何時？ですね。3時回りました。やべえじゃん！全然動かねえよ。まあまあ。落ち着かねえよ。もう3時間近く閉じ込められてるんだぞ。普通に事故だよ、これ。やばいよ。やばいよ、これどうしよう。きっと、他の住人が気づいて。こんな時間に帰ってくるやつなんかいないからね。ですよね。ジェラさん、本格的にこれやばいか。ジェラさん？ジェラさん？ジェラさん？落ち着け。俺は大丈夫だ。大丈夫な感じじゃないですよ。心配するな。ほっときゃよくなる。でも、汗もこんなにかいて、呼吸も変だし、とりあえず汗拭きますね。そうだ！いや、本当に大丈夫だ。心配しすぎなんだよ、お前は。すいません。もちろん、どうしよう。ジェラさん、なんか病気かな？意識失ったりとかしたらマジでさ。聞いてる？ねえ、持ちよってば。この時ヤードさんは気づいていなかった。ジェラさんが、そして僕が抱えていた問題のその正体に。それはこの空間において最も危惧すべきことで、今になって思えば条件があまりにも整いすぎていた。久々の飲み会、エレベーターに閉じ込められるというストレス、そして乳酸菌を含んだ水分と、その時ジェラさんと目が合った。もちろんのあの目。そうか、お前も俺と同類ってわけか。つまり間違いない。ジェラさんは、もちろんはクソを我慢している。エレベーターという密室の中での静かな駆け引きが始まった。
さて、どうしたものかな。すでに閉じ込められてから3時間を超えている。互いのダメージ具合は同じと見ていたろう。すでに限界間近の2名。エレベーターが復旧したとしてもトイレに入れるのは1人だけ。ってことは先に漏らした方が負けるって、おそらくジェラさんは考えてるだろう。だが甘いな、ジェラさん。勝負はすでに決まっているんだ。ヤドさん、これどうぞ。何？おう、これどうぞ。飲み物じゃん。まだあったんだ。ここに来て飲み物を追加するだと？何を考えている？便意を促すだけだ。一体何を？よければどうぞ。さっきから何も飲んでないでしょうから。本当？ありがとう。いやー、助かるよ。実はさっきから喉乾いててさ。俺の思い過ごしか。だが、なんだ、この奇妙な違和感は。はぁ、水分って大事だね。あ、そうだ、ジェラさんも飲んでおいた方がいいですよ。はい。なに、汗かいてたら水分足らなくなりますから飲んでおいた方がいいですよ。こいつ仕組んでいやがった。狡猾にかつ自然に水分を取り出したのはヤードに飲ませるためじゃない。ヤードが俺を気遣って水を飲ませようとするその瞬間を作るために。ほら飲んでください。いや俺は。何言ってんすか。汗かいてたら水分不足で倒れちゃいますよ。倒れたりしたらそれこそ大変なことになるんですから、絶対に飲んでください。顔問われないよな。真実に気づいていないヤードさんの言い分は至極まっとう。こんな状況で断ればそれこそさらに怪しまれる。怪しまれないためには飲むしかない。こんな体の状態で飲んだら水分は直接腸を刺激する。さあ、そして漏らせ。はい、どうぞ。どうしたらいい。ヤードの申し出を断ることは不可能。こいつが他のことに注意を向けない限り。他のことに注意を向ける？そうか。何をしている？右手で何か？あれは？携帯？なんだと！ガー！なんだよ急に。どうしたんだよ。持ちよ。いいえ。大丈夫？お気になさらず。いや気にするって。え？お前もどうしたの、マジで。くそったれ。まさかこの土壇場でそんな手を思いつくとは。お前は携帯をマイポケットに入れる癖がある。ハイウエストでズボンを履くお前にとってポケットの位置はまさに直腸の曲がり角。ぶつけさせてもらったぜ、俺の渾身のダイレクトアタックを。携帯のバイブを使って腹に直接刺激を与えると。くそ。ヤードさん本当に大丈夫ですから。ちょっとめまいがしただけで。そうなんてことだ。逆にカウンターを食らうとは。これで状況はイーブン。勝負はここからだぜ、もちよ。なんだよこれ、もうやだよ。早く動けよ。もう動けってば。おっ、ヤードさんの強い願いが通じたのか、エレベーターは動き出した。と同時に僕は今回の勝負の勝利を再度確信した。急激に動き出したエレベーターの上昇運動によって僕たち三人は思わず姿勢を崩した。中でもヤードさんは倒れ込み、そしてその先にはジェラーさん。こっちに向かってくる。もはや今から体勢を立て直すことは不可能。やった。ついに勝った。神は俺を選んだ。俺こそが勝者だ。そういうことか。なんだその目は。なぜそんな目をしていられる。あと1秒そこらでクソを漏らすのさ。なのに。風？
バカだ。室内は完全なる密室のはず。どこから風、だとすれば、なぜだ。これは神が、なぜ俺に微笑んだということだ。なぜドアが開いてるんだ。全ては最初から決まっていたのさ。後輩であるお前はボタンの操作側、つまり最も扉に近い位置に立っていた。そしてエレベーターの急発進により、お前の位置は中央にずれ、扉の正面になった。扉さえ開けばあとは簡単だ。室内はほぼ密室空間で、かなりの熱気になっている。夜明け前のこの時間では、外気は放射冷却によって冷やされ、暖かい空間に流れ込もうとする。冷たい風が俺一人に直接。そうか、まさかこんな結末になろうとは。文字を、おめえの範囲はたった一つ。おめえは運が悪かった。ってなんだこの匂い。くさくっさいやー、マジでビビりましたね。まさか持ちようが漏らすなんて。しばらくはこのネタでいじれそうっすね。ああ、そうだな。あれ、ジェラさんどうしたんすか。どっちが勝ってもおかしくない戦いだった。明暗を分けたのはただの偶然。一歩間違えれば俺がネタにされるところだった。だが今はとりあえず。ジェラさん？いや、なんでもない。あ、そうだ。すまんが、トイレを借りてもいいか。勝利の余韻を噛みしめよう。はあ、どうぞ。あ！どうしたんですか？立ち止まって。宿。はい。次。俺もシャワーを借りていいか。これは彼ら3人の日常のほんの一コマ。大人に憧れる男たちはこの先どういう道を歩んでいくのか。この番組は大人になりたい大人たち、リスナーと一緒に理想の大人を目指してもがく愛と友情の成長バラエティ。ジェラ、ヤド、タモツ、モチオと昔夢見たかっこいい大人を目指して進む。その名も頑張れラジリーマン。さあ始まりました、頑張れラジリーマン第6回目の放送でございます。はい、お相手を務めさせていただきますのはアイーンのジェラと、ダフンダのヤードと、いっちょめいっちょめワオンなもちおでございます。はい、軽快なギャグから始まりました。ね、マジ一発目からそれやるとやべってしまうと何の告知もないわけですからね。いやいやいや、でももうみんな家だからよかったじゃん。いや本当今一番聞く方はもちおです。これ1回目でアインでやって、まあ、これ撮り直しなんですけど、さっきの感じでヤードさん入るのかなと思ったら、はい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 、ギャグ重ねてきたからやばいと思って、プルルルルルルだってリハーサル通りのさ、僕は京都に出張ですって言っても何のこっちゃってないでしょ。そう今の、ね、流れ流れを作ったらこの男ですよ。ジェラオが悪い。聞いてる人誰も分かんないから、はいはいはい、ちゃんと言うよ。この3人の今出したギャグの共通点は何よって話ですよ。
まあ、わかるんじゃないかな。さすがにね、有名だもん。老若男女問わず。わかんないですよ、でも。全然言えてない。このラジオのリスナー最年齢、最小年齢が5歳児って聞いてますからね。あ、でも5歳児でも楽しめるラジオバッグ。わざわざ調べたんだ、審査ブログで。そうそう。すげえな。ツイッターから出てきたのかな。そう。まあまあね、まあまあ。というわけでね、志村けんですよ。はい。はい、志村けん、ご存知でしょうかね。うん。これは知ってるでしょ、誰でもね。知ってるのかな、みんな。いや、だって、ドリフターズだよ。少なくとも、俺らが知ってるから、あいつって言っていいレベルではないもん。いや、わかんないよ。中には、渡辺健とどう違うのみたいな人もいるかもしれないですからね。健つながりね。まあ、頭が。健と間違えちゃう人もいるかもしれない。頭、それスーパーマンだから。まあ、志村けんさんの、はいはい、主催といえばいいんですか。あ、そうですね、一座ですね。一座がやっている、志村コンという、まあライブコンソールイベントなんて言えばいいのか、まあ、いろいろ入っている全部入りの、イベントに行ってきまして、はいはい、その帰りからの、収録でございます、はい、そうでございます。というわけで、今回我々は、はい、まあ、通常のラジオドラマに加えて、はい、志村コンの、感想をもろもろに加えて、うん、さらに加えて、さらに加えて、はい、前回大好評でした、はい、チキチキおすすめ作品バトルの第2回目を、あ、来た、いいですね、コーナーね、もう大好評、大好評です、ね、お便りいつも来たことねえけど感じるんだよな、そこは肌で大好評感じているの、ビンビンに感じてますね、今かなり鳥肌立ってましたもん、ね、今回ね、この第6回を聞いてくださる皆さんには、はい、あらかじめテーマを教えてあげようと。そうだね、ああ、なるほどなるほど、楽しみでしょうしね、後半こんなこと話すんだけど、そう分からないよ ね、はい、そこも聞いて、ちなみに今回の作品バトルのテーマは夏休みでございます、うん、夏休みね、はい、夏休みに関するテーマで私と、うん、宿、そうですね、僕が、はい、はいはい、でバトルをします、はい、はい、というわけでどうぞお楽しみください、楽しみください、お楽しみください、はい、頑張れラジリーマン始まるよ。暑いなぁ。こう暑いと何もやる気が。そんな時にはこれですよ。はい、ラジリーマン。おお、聞いてるだけで元気が湧くぜ。働くみんなに元気を。ラジオ、頑張れラジリーマン、配信中。はい、というわけで、今回は、何を見てきたんでしたっけ？ね、まあ、今ちょうど帰ってきたばかりでございますけども、今回初めて3人で、ちょっとね、舞台を見に行ってきましたと。そうですね、初舞台ですね、この3人での。うん、ちょっとその感想を伝え、ちょっとお話したいなと思いますが、まあ、我々が見てきましたのは、志村けん一座、第11回公演、志村婚、まず健康というタイトルのものでございました。志村魂と書いて志村婚、ね。はい、ね、うん、あの、志村けんさんの志村に普通に感じる魂。で、志村婚。でも11回もやってるんですね、これ。そうですね、毎年夏にやってるっていうことですよね。11年目、ね、初めてちょっとね、僕も見てね、ちょっと見させていただいたということなんですけども、はい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 、ね、お二人って今まで志村けんさん生で見られたことってありました？いや、僕はね、ヤードですけどね、僕は初めてでしたね。初めて、テレビの中でしか見たことなかった、うん、僕もないですよ、全然。そうですよね、うん、で、まあ、各言う私も、もちろんもね、まあ、昔のそのドリフとか、うんうんうん、あの時代のコントとか結構映像で見たりとかしてすごい好きだったんですけど、生で一回見てみないとこれはダメだなと。あ、ね、まあ、もうレジェンドですからお笑い界の。なるほどなるほど、ね、ちょっとこれ見とかんといかんのじゃないかなっていうのを思って、まあ、今回お二人をお誘いして、いやー最高でしたよ。いや面白かったですね、すげえ、あんなに面白いと思わなかった。めちゃくちゃ面白かった、今までテレビの中だと志村さんってただのエロジジイだなって正直思ったんですけど全盛期はあんまりね、あの世代的に知らないから、うん、いや今回見て本当に見直しましたね、うん、笑いの神だなっていう風に。やっぱすごいわ、洗練されすぎている、ね、突き詰められているなと。間の取り方とかも本当にすごかったですね。あ、うん、いやそんなね、我々見てきた、志村コンでございますけども、まあ、何があったのかと、はい、まあね、日程的にちょっと、で4月、まあ、今日収録してる30日が今日初日の、はい、なるほど、で来週の8月7日まで、やってるということなんですが、うんうん、まあ、ちょっとタイミング的にね、この配信日がいつになるかわからないですけど、はいはいはい、まあ、見に行けない方もいるので、まあ、ある程度はちょっと喋ってもいいんじゃないかなと。まあまあ大丈夫でしょう、ね、で明治座公演が終わったらどんどん地方もやるんでしょこれ。そうですね、大阪とか行くといった感じになりますが、まあまあまあそんなところはさておき、まあね、ネタバレしても全然笑えますよっていう、ね、いやもう本当に豪華な顔ぶれで、いや本当です ね、 ね、あれが来たのよ、ね、まあ、まず座長である志村けんさん、はい、バカ殿様 ね、はい、ね、でもバカ殿とかいろいろね、あのモネも一緒に出てるのでおなじみダチョウクラブさん、
ね。やあ。やあ。やあ、ね。やってましたね。やってらっしゃいましたね。見れてよかった。ね。すげえみんな盛り上がってたけど、ね。お家系全部やってくれましたもんね。ね。あの、ドーンってポンって、あの、剥がれちゃうやつとか。そうそうそう。クルリンパも途中で見えましたしね。見え、そうそう。一瞬のすぐに止められたけど、ね。志村さんに。どうぞどうぞ見れたし ね。はい。で、あとはもう、あれですよ。クワマン。まあ、バカトロンじゃなくてないよ。ね。ラッツ。さんね。ね。ラッツ、ね。ラッツ&さんのクワマンさん。はい。で、あと今回スペシャルゲストということで、大場久美子さんが。これがね、また良かったね。良かったですね。なんか可愛らしいのよ。ね。何か。遠くから見てるからかもわかんないですけど、その仕草とかがね、セーラー服も着てらっしゃいましたし。まあでもやっぱこう、バカトロンコントとかね、あの、志村さんのコントとかで、やっぱよくありますよ。あの、その往年の人呼んで、はいはいはい。異常に若作りさせる格好やらせる。学生コントとかよくやってますね。もう大好きですけど。いやね、面白かった。いや、面白かったね。可愛らしかったな。うん。まあ、その他、磯山さやかさん、はい、池田夏樹さん、ね、浅見ゆまさん、野瀬優生さん、その他、もろもろ、非常に豪華な顔ぶれで、もう盛りだくさんの、でもトータルで、なんだ、3時間ちょっと。まあ、そう、1時間半、30分休憩、1時間半っていう感じでしたね。そうですね。休憩込みで3時間半か。2幕構成で。まあ、結構ボリューミーな感じでございましたね。うん、はい、でもあんまり長く感じなかったからね。うん、スーッと。ただ笑ってたら終わったな、みたいな。みたいな感じでしたね。まあ、内容としましては、まあ、まず第1幕、第1話ということで、まあ、バカ殿様がやり、バカ殿様ね。まあ、その後、オリジナルコントライブがあり、うん、休憩明けて、これが意外でしたね。志村けん、三味線独奏。そう。これ全然知らなかったけどね、CM でやってたのね。今ちょうど氷結かな、うん、かなんかのスカパラと一緒にやってるやつがありましたけどね。で、それの三味線の独演があって、はいはい。その後まあね、この多分シリーズで毎回恒例になってるであろう新喜劇。新喜劇ね。これね。うん、はい。これのタイトルがまず健康。だから今回の志村くんのタイトルもまず健康。健康。まあサブタイというかね。ね、っていう形になってるんでしょうな、うん、といったところでございましたけど。いやー、笑いましたよ。うん、とにかく笑ったね。この夏一番笑ったんじゃないかな。僕でもバカ殿様生で見れたの本当に幸せでしょうがないんだけど。いや、これね、本当にそうだと思いますよ。あ、本当に。え、好きだったんですか昔から。バカ殿様。あ、そうなんだ。別にその、あれだ、2時間番組のやつを、はい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 、四半期に1回とか、1年に1回とかやってたから、スペシャルでね。それをね、ずっと見てましたけど。なるほどっすね、うん。テレビで見るのと生で見るのとやっぱ違いましたか？あ、違う違う、全然違う。もちろんその、テレビだと、はい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 、大掛かりな、うん、なんかその、金だらい落としたりとか、うんうん、はいはい。走り回ったりとかしてそのセットの中を走り回ってワイワイキャキャやったりとか、はい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 、だんだん回を重ねるごとに、うんうんうん、なんか豪華ゲストを途中で呼んで、うんうんうん、ちょっとコントやってみたいな感じで来るんだけど、今回のはもう最初から決まってるからキャスティングとか、はい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 、舞台でやるからそういう大掛かりなセットでっていうよりかは、うん、なんかそれぞれが小ネタをこういっぱい出して笑わせるっていうのがなるほどなるほどすごい面白かった。そうですね、うん、やっぱあと、まあ、どの演劇的なやつは全部そうだと思うんですけど、お客さんの反応を、まあ、僕たちも一緒になって見れるっていうのがすごいいいですよ ね。今回その会場に子供がめっちゃ多かったじゃないですか。意外だった、ね、家族連れ、うん、まあ、夏休みだなっていうのも、ね、まあね、あったんですけどね。あ、子供はもうケラケラ笑って、うん、わーって笑った後にゴッゴッって咳込むぐらいあの爆笑してる姿を見たりするのはなんか僕も幸せな気分になる。知らないんだよね。いや、知らないでしょう。5歳児がね。まあ、そうですね。なんか変なおじさんがいるぐらいなんでしょう、ね。あ、変なおじさんって今言っちゃったけど。あの変なおじさんではないけど。じゃなくて。まあ、いたけど。やる変なおじさんがね。やる変なおじさんいたけど。はいはいはい。いや、すごかった。そう、大人もね、老若、にゃん。老若男女。ね、おじいちゃん、おばあちゃんから子供までみんな爆笑してたから。みんな爆笑。うん。あれはすごかったね。最高最高。あの中に入れるってかなり幸せですね。でも本当ね、あの、まさきちょっと僕、ツイッターで、このね、あのガンラジのアカウントのツイッターでもちょっとつぶやかせてもらったんですけど、はい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 、やっぱね、この劇場空間として今今回すごい良かったなと思ったのが、まあ、今ちょうどヤドさんも言ってたけど、うん、あのね、舞台上にいる演者とこっちのお客さんっていうのがね、はい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 、すごい相互に歩み寄ってるなっていうのが、いや本当そうね、演劇っていうかね、劇場舞台としてすごく今理想的な、あ、演じてはこう楽しませようってあるし、こっち側も能動的に楽しみに行こうとしてるから、みんなが幸せな空間になってるっていう、うん、誰もそうしない。お客さんをこうのめり込ませるのがすごい上手でしたよね、うん、あの距離はすごい近く感じた、うん、そう、テレビで見てると上島竜兵さんなんか僕は毎日ピンときてなかったんですけどやっぱり舞台の上で立つとね、あのすごいカリスマ性があるんですよ、うん、あの人すごいよ。そうそうそう、見ちゃうのよ、うん、あの中で頭一つ出てこう、うん、まあ、セリフも多いような気もするし、うん、確かに確かに、まあ、役どころも良かった
し、掛け合いがすごいじゃん。なんか、はい、そうですね、アドリブの掛け合いがすごい多かったでしょ。多かったね。まあ、飲みに連れてやってるんだみたいな。志村さんとの関係性もちょっと近い感じがしたしね。まあ、そんな感じがすごいした。牽引力があったなって、うん、こんなカリスマ性ある人なんだと、有吉が、ね、指示を仰ぐのもなんか、納得いくなみたいな。ね、舞台っていうのはやっぱそこで、やっぱテレビで見てると、これ、昔からよく言ってることなんですけど、個人的にね。うん、テレビの僕、ちょっと苦手だっていうのもあって、テレビが苦手なところって何かっていうと、なんか見てる側が、なんかね、審査員気分になるときがたまにあるんですよ。いや、わかるよ、うん。これはどうだって、すぐチャンネル変える権利がこっちにあるから。はい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 。例えばこう、舞台ってね、お金払ってその場に見に行くから、うん、こっちもある程度楽しまないとって気持ちもあるし。うん、確かに確かに、そうだよね。元を取んないとじゃないけど。うん、まあ、そこのね、それを思う思わない別として、多分、なんかそこの掛け合いを含めて、舞台ってものがあるから、やっぱりね、やっぱ、ああいうなんかテレビ見慣れてるものこそ、ちゃんと舞台で見てほしいなっていうのは。やっぱすごく強く思いましたね。いや本当見れてよかったです、うん、あとなんかドラマとかだともう全然見流しちゃう女優さんとかでも、うん、舞台で見るといや可愛いなみたいな、大場久美子さん、大場久美子さん超可愛いなと思って、俺磯山大好き、磯山さやかさんね、本当に。いやでも確かになんかグラビアではなんか超いいなとか思ってたけど、舞台で見るとまたいいなですよね、うん、ほんですっげえいじられてましたけどね。あ、本当だね。垂れてるって。あれも関係性があるからこそああいうこと言えるわけですよ。まあまあまあね。ね、本当にやったらね、チッって言われちゃう可能性もあるからさ。いや、そりゃそうだわ。いや、まあでもなんか、志村けんを中心にして、うん、キャスティングとかも全部決められてるんだろうけど、はい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 、それがよくもこう回っていて、まあ、やっぱり ね、みんなで志村さんをっていうような雰囲気があるからね、うん、ちゃんと作ってるっていうのが、うん、志村さんがそこにあぐらをかいてない感じっていうのが ね、またすごい、みんなをちゃんと見せてあげようっていう、途中自由すぎるでしょ、そうね、動き回したけど、ね、台本通りにやってくれって言われましたゆうへいさん土下座してたからね頼むから台本通りやってくれてでもね、ああいうのはやっぱコントライブならでね、やっぱ醍醐味だなって思いますよ、うん、アドリブを楽しむじゃないけど、はい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 、台本にない部分でいかに遊べるか、よくね、舞台の人遊びって言い方言いますけど、なるほどなるほど、遊びがいっぱい入れられるとやっぱ面白いものにやっぱなりますから、あ、お客もそれでね、台本通りにやれようと怒る人いないし、確かに確かに、それはね本当にいい空間でしたよ。いや本当みんなリラックスしてみてるの、お弁当食べながらとかね、あ、そう、あれびっくりした、しかもあと、ね、明治座っていうところで今回ちょっと感激したんですけど、まあ、その明治座の中になんか出店みたいなのが出てるんですよね、いっぱいありましたね、うん、なんか漬物とかなんかそのおつまみみたいなやつはビール持ってるし、ね、意外だった、うん、本当だからなんか夏の一大のお祭りって感じでしたね。いや本当そうね、最高でしたよ、本当に最高でしたね。どうでした、なんか見てきてこれが一番笑ったな俺っていうの。あの僕はもうバカ殿、はいはいはい、やっぱりすげえ面白かったんだけど、あの、まあ、志村けんじしかできないギャグを見れたっていうのが良かったなっていうのがあって、なるほど、なんかまああのいろいろやるじゃん、いろいろやってるんだけど、あの例えばなんか、まあ、お尻丸出しやったりとか、あとなんか水をぶっかけたりとかする、口から出した水をぶっかけたりとか、あれって多分今のコメディアンはやらないじゃん、お笑い、やれないですね、やんないですね、テレビ中心だからやらない、うん、ない、はいはい、やれないだけど、うん、舞台だしっていうか、あの人は昔からそれを普通にやってきてたから、なるほどね、それが見れるっていうのが面白かったし、うん、いや最高、なんだろう、なんかベタベタなギャグだなって最初思ったんだけど、はい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 、よくよく考えたらそれを作って出したのはこの人なんだなっていう、そう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 なんですよね、元祖なんですよ、そうそうそう、だからだからみんな面白いんだっていう、普通に面白かったし、うん、あのなんかベタベタだなって思っても、でもみんな見て年齢関係なく全員が楽しめるっていうのは、あ、この人が今まで作り上げてきた功績の一つなんだなっていうふうに俺は思って、もうチャップリンと一緒でどんなに時間が流れても全く色褪せないですよね、すごいわ、クラシックですよあれが本当に笑いの、あ、確かにそうだと、そうだよね、だってあれだけ突き詰められた洗練されたものっていうのは、ね、もはやもう古典ですよ、古典ですよ、型ですよ、型、そう、ドリフターズのね、型にがもうちゃんとできてるっていう、そういうことだよね。どうでしょう、ヤードさんは一番これが俺印象になったなっていう。いや僕はですね、あの本当最後の最後、もうなんか集約されてるなみたいな、なんか、全部終わって、うん、一番最後におまけっていうなんか表示がこう出てね、でその後になんかこうなんだろう、怪我したあの主人のところに奥さん駆け寄っていくっていう、うん、なんか抱き合う、あの、うん、なんだろうね、流れができたときに、いきなり志村けんがバーンってドア開けて出てきて、その奥さんと抱き合っちゃうみたいなね、はい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 、あのコテコテのやつ、あれ、来るなって、来るなって思ってるけど、笑っちゃうんですよね、何この変なおじさんっていう、ね、まだ罪はあってね。
この人変なんですっていう あそこの流れまで全部想定した上でこっちも見てたそうそうそう、やっぱやってその通り来ても面白かったもん。いやもう最高でしたよあれで。もうああもうよかったって、今日来てよかったなって言いながらね、浜町の駅に、ね、初見なのにこの後のセリフ全部わかるぞっていう、そうそうそう全て俺知ってるってで期待してワクワクすごい、ね、いや面白いってなっちゃう、ね、分かってても面白いってやっぱすごいですよ。ああ、うん、面白かった。いやもちおが誘ってくれてよかったわと思って。いやいや本当に僕も見に行きたかったので、もちおね一番ね、はい、やっぱすごいなこの人って。まあそのバカ殿とかお尻のね、はいはいはい、部分もそうだったけど、僕三味線の終わった一番最後がやっぱ一番 あれが志村けんの、そうね、やっぱここはうまいなって思ったのが、まあかっこいいんですよねとにかく三味線、うんうん、ものすごいちゃんと演じていて、うん、ちゃんとやってて、うんうんうん、うわすげえわーで拍手した後にペコってやってくるって向けたらお尻だけが見えてるっていう、ね、そう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 、ちゃんと綺麗に落としてくるっていう、ね、そうなんだよね。だからあそこも含めてあのコントライブっていう形にしてんだなっていうのも、うちゃんとそこにも笑いを忘れてない、差し込んできて笑って暗転して舞台転換していくっていう。なるほどなるほど。の反応すごかったね。ドワーってね。見たみたいになったよね。ね、もうチャレンジって。うわ見た見た見たとかってすげえ喜んでるみたいな。ね、本当にみんな嬉しそうにしてた。何歳のお尻だと思うみたいな。ね、60歳か70歳かわからないおじいさんのお尻なのに、なんでみんなそんな喜んでるのって。ね、本当に、まあ、一緒に座ってたおばちゃんが何これもうってもうすっごい嬉しそうに言うのよ。やっぱねあえて落とせる能力っていうのはやっぱさすがだなって、ね、そうなんだよね、すごい勉強になりました、ね、すごいよ。俺が多分お尻出して出社しても多分そうならないじゃんね、多分ね、桜田門が飛んできますよ間違いなく桜田門が来ちゃうね、門のごやかになっちゃうから間違いなく来ちゃう。いやマジでダチョウ倶楽部マジ尊敬したな。いやすごいですよ。あこの3人でダチョウ倶楽部やりませんか何クラブなんだ、頑張れラジムリーマンクラブ落ちない殺さえやる。じゃあ俺やる、やる、じゃあやりますよ。じゃあやるよ、俺やるよ。いやじゃあ僕がやります、俺やるよ、僕がやります、俺やるよ、どうぞ振ったらそっちだからね、俺ら悪くないからね、じゃんじゃん落ちねえな。ママはそんなところで言ってきたけど、まあ本当に大満足の内容ということでね、いやぜひともね、来年もまた行きたいですね。そうですね、夏の風物詩みたいな感じでね。ね、また来年、まあ、これを聞いて、まだ行ってない方、まだ間に合う方がいるようだったら、ね、まだ当日期もあるかもわかんないですが、ぜひともね、ご覧に行っていただければな、というふうに思っております。はい。はい。さて、後半の頑張れラジリーマンは、ダモツです。最近ドラマ内でのメンバーたちの悪ふざけがひどすぎて、自分まで同じ人間に思われていないか心配です。さて後半の内容は、おすすめ作品バトル2、志村けんのモノマネ、ヤードが最後にやらかすの3本です。後半もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽん、うふふふふふ。